はい、今日なんですけれども、今日はもうちょっと疲れました。バイトしてたってのもあるんですけど、もうほんとアニメのよくあるじゃないですか。昔話のアニメとかでご飯を山盛りにしたみたいなあるじゃないですか。あれのうどんバージョンみたいのが夕飯で出てきまして、なんか茹で過ぎた全部食べてとか言って出てきまして、写真撮るの驚きすぎて写真撮るの忘れたんですけど、写真あればこれ載せたらよかったなと思うんですけど、それを食べて、まあ、なんか体も食べ過ぎてだるいって感じなんですけど、でそろそろ髪ももうこんな右目は隠れるかなっていう感じになってきたんで、早く切りたいところではあるんですけども、僕は自粛してるのでね、おとなしく。あとなんかこの自粛期間中にツイッターとかその自分の周りの人間とかにこう尋ねてみると、男はなんかこの休みで誰もどうせ会わないじゃないですか。でそこでタイミングを見つけたとばかりにこうひげを伸ばしてる人がいっぱいいるみたいなんですよね。なんかまあ大人の人とかでも結構ひげ伸ばしてるみたいな人がいるらしくて、僕はまあそれに習うわけじゃないけど、ただただ剃るのがめんどくさくて、で普段マスクしてるからまあどうでもいいだろうということでやってるんですけども、僕 の, その過去の動画でひげが伸びてない時の映像ってあると思うんですけど、それと今回のひげが伸びたようなね、前回もそうですけどね、感じの絵面はね、どっちがいいでしょうかね。皆さんがそのあんまりひげ伸びてるの良くないということでしたら、まあ剃るかなという感じなので、よかったらコメントください。で今日はまあそんな話で終わろうと思います。まだなんかタイトルはどうしようかな、まあ、適当になんか考えてつけようと思います。チャンネル登録と他の動画も見てください。はい、よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。